はい、こんにちは。英語の達人養成事務師販売の深夜です。よろしくお願いします。今日はですね、前回のしゃべる地球儀に引き続きですね、僕の英語学習のモチベーションを上げてくれたアイテム第2弾ということですね、ご紹介したいと思います。でそれは何かというとこちらです。ドーンドーンとね、はい、これはですね、本なんですけども、まあ、英語の本です。こちらね、見えますか。こっちがね、アリスですね。アリス・アドベンチャーズ・イン・ワンダーランドですね。で、こっちがですね、ダイナソーズですね。恐竜です。ね。で、これ絵本なんですけども、まあ、単なる絵本ではないです。これね。まあ、英語で書かれた絵本なんですけど、これはですね、飛び出す絵本です。はい。で、この飛び出しっぷりがね、半端ないです。ね。普通の飛び出しっぷりじゃないです。ドーンっていうね、この、超大迫力な飛び出しっぷりなんですね。はい、恐竜の方もですね、もうめちゃめちゃ飛び出しますね。もう半端じゃない飛び出しっぷりなんですよね。はい、なんでね、これ本当にめくってるだけで結構このモチベーションがテンションが上がってくるので、まあ、これをですね、使って僕は、まあ、英語のね勉強しようかなと思って、これをですね、実際3冊買いました。ね。で、これね、どう、実際読者目線でこう見たらね、どう見えるのかっていうのをね、ちょっとカメラのアングルを変えてご紹介したいと思います。はい。では、こちらですね、僕が買った3冊のですね、飛び出す絵本をご紹介したいと思います。まず1冊目はアリスですね。で次が、恐竜です。ね。で、3冊目がスターウォーズというやつですね。はい。じゃちょっとね、これ一個一個見ていきましょう。ね。これですね、実際開くとめちゃめちゃ飛び出します。ね。こう、ドーンっていう感じですね。はい。かなりね、このボリュームがありますので、結構この幅が必要ですね、このね。で、これ見ていただくとわかるんですけど、これ本当に大きくなっちゃったアリスのやつですね、これね。360度。どこから見ても、全く隙がないというね。こういう素晴らしい。もうですね。で、ちょっとこう動いたりもしますね。ぐにゅんぐにゅんみたいなね。ちょっと動いてますよね、これね。はい。で、さらにこれね、僕結構個人的にこれが一番好きなんですけど、このですね、この感じです。わかります？この、ドーンっていうね、この食卓がね、出てきちゃうっていう、この、これもまたね、よくできてるんですけど、360度見ても、もう完全にこれね、資格がないというね。はい。で、まあ、何よりも圧巻がですね、最後のページです。これです。ドーンっていうね、トランプがですね、こう、舞っていくというね、もうまさにこれはね、マジックのような世界です。これね。この感じです。ドーン。ドーンという感じなんですね。で、これもやっぱりね、360度ちゃんとアリスの顔もありますし、まあ後ろもですね、ちゃんと髪の毛があったりするわけですね、こんな感じで。はい。なのでですね、まあこれはですね、もうヒント開いてるだけでテンションが上がるというような感じです、これね。で、この本のすごいところはですね、まあこのメインのこの部分もそうなんですけど、この小さいね、横にある扉もですね、ちゃんとこう、飛び出すようになってるんですね。で、しかもこれ泳いでます。ほら。ね。はい。で、ここはですね、Open Me って書いてありますね。Open Me。で、ここをね、じゃあ開いてみるとどうなるかっていうと、まあ、この、ビーっていう感じで、見えますでしょうかね。ここを覗くんですね。Pull Me Up and Look Inside って書いてあります。こう見えますか？っていうね、このアリスがこう不思議な国に起こっていくシーンがこうリアルに感じられるというね、まあ、そういうすごい凝ったね視覚トリックまで使われているというね、まさにこれ魔法の絵本と呼んでいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ここも全部ね、あらゆるところが、まあ、開くと、もうここも開くんかいみたいなね、もうあらゆるところでね、こう、あ、これもすごいですね。これもバラを塗ると赤くなるっていう、ほら、これね。セロハンを使ってこうね、色がこうつくシーンを描いてるわけですよね。うん。っていう感じです、これね。これがアリスです。はい。で、
今度恐竜の方ですね。まあ、こっちちょっとね、アリスの方は結構ピンクピンクした感じで女の子向けなんですけど、こっちのはね、男の子向けになってますね。大人の男性も結構これはね、燃えるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、かなりこれはね、いかついですね。ちょっとこれ、横置いとこうかな。こんな感じです。ね。恐竜がですね、まあ、バンバン出てきます。これちょっと後ろ向いてますけど、ここで攻撃するやつですね。ドーン。ね。して、ドーン。はい。で、ちゃんとね、この小さいところも、こんな感じで開くわけですね。で、さらにこれ見るとね、こんなところも開いちゃうんですね。おー、ちっちゃい。ね、細かいです。もうここも開くし、ここも開くし、みたいなね。もうあらゆるところが開くわけですね。で、これでかいですね。これね、草食竜。ね、long necked giants って書いてありますね。で、何よりもやっぱりこれがね、一番の主役です。ね、これですよ。T-Rex。ね、ティラノサウルスですね。もうまさにですね、こう、開いた瞬間にね、こう、読者に噛みついてくるというね、本当にこう、ジュラシックパークのような世界をこう、表現してるわけですね。うん。もうこれはね、感動ものでした、僕ね、最初見たとき。で、最後もですね、このもう、まさに、この鳥がですね、シソチョウかな、これ。こんな感じでですね、もう、本から飛び立とうと言わんばかりの感じですよね。はい、ここもそうです。ね。こんなところも開くし、噴火してますよね、これね。見えますか、これね。火山が噴火、ドカーンっていうね。まあ、非常にこう、凝った作りのものですね。はい。で、これがですね、恐竜です。で、最後はですね、これはスターウォーズですね。スターウォーズが好きな人はこれ多分たまらないんじゃないかなと思います。ね。このロボットですね。僕はあんまりスターウォーズ詳しくないんですけども、このロボットとかは見覚えあります、この辺ね。で、やっぱりこう、作りは全く同じなので、この横をこういう感じでね。多分スターウォーズすごい好きな人だったら、もう、これは、たまらない、ものなんじゃないですかね。あ、これは、みたいなね。あの時の、みたいなね。これも怖いですね。さっきのちょっとあれに似てますけど、T-Rex みたいな感じで。もう本当にこう、襲いかかってくる。恐怖がですね、感じられるわけです。はい。で、これもね、すごいですよね。この回転しながらドーンっていう、この立体的なやつね。で、さらにこれですね。このなんか秘密基地みたいなのができちゃうわけですね。これも360度どっから見てもよくできてます、これね。で、これはね、有名なロボット二人衆ですね、これね。はい。で、最後はですね、やっぱりこう、ダース・ベイダーです。ドカーンっていうね。で、これね、よくできてるのはですね、この中に入っている、この正体とですね、この仮面がですね、うまいことこう、合体するようになってるんですね。ドーンっていう。で、極めつけはですね、ここです。ここを開くと、バーン。ね。ルーク・スカイウォーカー、バーサス。ね、ダース・ベイダーということでね、この、二つがですね、まあ、戦うと。で、よく見るとですね、ちゃんとこれライトサーベルが光ってます。これ見えますかね。光ってるんです、こっちね。こっちがブルーで、で、こっちはですね、赤かったんですけど、なんかね、つかなくなっちゃいました。これ、多分、接触不良かなと思うんですけど、前はここ赤くついてました。で、こっちは緑でしたね。今ついてますね、緑でね。はい。っていうね、このちゃんとライトセーバーね、男子の憧れ、ライトセーバーもちゃんと再現されているという感じですね。なんで本当このスターウォーズ好きの方にはですね、これたまらない一冊になってるんじゃないかなと思います。はい。でね、これをね、使っていくと、まあ本当にですね、こう英語学習もですね、楽しくやることができます。で、まあね、分厚いね、こう本、文字がびっしり書かれている本を読むのもいいんですけど、こういう絵本になってると結構その開く抵抗がなくなるので、ていうかもう見たくてしょうがないですよね、これね。この開く瞬間見たいのでバーって開きますよね。まあそうするとこう英語が目に飛び込んでくると。で、そうなると、あ、じゃあまあ開いたからついでにね、
こう英文でも読んでみるかっていう気になるわけですね。なんですけど、まあ本当に分厚いね、こう本とか英語がびっしり書かれてる本とかだと、その開くっていう、最初の開くっていうね、その、まあ抵抗がありますんで、もうその時点で、まあちょっとね、この絵本に関しては、もう開くことに関する抵抗は全くないという意味で、まあ英語学習に向いてるんじゃないかなというふうに思いますね。あとまあね、それぞれちょっと専門用語とかもありますんで、まあ例えばこれで恐竜ですね。恐竜用語とか、あとスターウォーズだったらそこに出てくるキャラクターの名前とかですね。は、まあ好きな方だったらもうすでに知っている言葉がいくつかあると思いますので、まあそんなにこうね、心配しなくてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、僕は個人的にはですね、この、アリスですね、一番最初に買ったのがこのアリスだったんですけど、これ確かテレビでやってるのを見たんですね。結構これね、レベル高かったですね。僕な、トイックがね、735点の頃にですね、確かこれテレビでやってて、その時に買ったんですね。で、その時はですね、ちょっとこう自分が英語力がアップしてる気持ちだったので、まあ、自分も700超えたし、みたいなね。まあ、トイック700超えると、一応ね、ビジネスで使えるのに、まあ、必要なレベルは満たしてるっていう言われてますんで、こんなね、子供の絵本なんか楽勝で読めるだろうなんて思って買ったんですけど、実際結構手強かったですね。これね、めちゃくちゃ凹んだの覚えてます。すごい凹んで、なんか最初に読んだんですけど、もう全然わからなくて。で、凹みすぎて、一回封印しました、これ。で、封印してですね、トイック900超えたあたりかな ?950 超えたあたりかなに一回またリベンジマッチでですね、開いたら、まあその時はですね、さすがに意味がわかったんですけども、まあその前の段階ではですね、結構これ、凹む可能性ありますんで、レベル高いです、結構これ。まあちょっと見てみるとですね、まあ最初の、ここですね。ちょっとこれ、見えますかね。ちょっとこれ画面切り替えた方がいいですね。ちょっとこれ画面切り替えますね。はい。ではですね、ここが最初のね、物語の始まりの冒頭のシーンなんですけども、まぁ、ちょっとこれ読んでみるとですね、こんな感じです。Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. ね。ここまではなんとかですね、当時の僕でもですね、まぁ、理解できました。ね。アリスは、まぁ、始まったと。ね、何々し始めたってことですね。very tired of sitting by her sister. ね、もう、疲れちゃったと。ね、彼女の、まあ、お姉さんの横で疲れちゃったと。ね、on the bank. ね、土手ですね、バンクってのがね。and of having nothing to do. ね、何もすることないという状態です。で、once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it.ね、この辺からですね、僕結構、うおーと思いましたね。例えば、ここですね、she had peeped ってね、この had peeped っていうね、このパターンですね。まあ、過去完了形とかって呼ばれてるやつなんですけども、she had peeped into the book her sister was reading っていうね。で、ここの、本当はね、peeped into the book that her sister was reading。この that が抜けてると。なまあ、これ関係詞ですね。なんで、その彼女が、お姉さんが読んでる本。ですね。を、まあ、2、3回覗き見たということですね。このピープっていうのはね。はい。but he had no pictures or conversations in it. ね。まあ、なんだろうな。もう絵もなければ、まあ会話もなかったということですね。その中にね。本の中に。でね。あとここもね、僕わからなかったです。当時ね。what is the use of a book? thought Alice. without pictures or conversations. っていうことですね。これね。And what is the use of a book? って言った後に thought Alice っていう風にここで真ん中に来てますよね。で、これはちょっと物語をね、伝える時とかよく使うんですけど、本当はですね、これ Alice thought って最初に言って Alice thought and what is the use of a book? っていう風な言い方をするのがまあ普通のパターンなんですけど、こういう物語とかだと、先にですね、思ったことをバーンって言って、と、アリスは思いました。みたいな、こういう言い方をですね、後ろで持ってくる。で、さらに続けて、思ってることを続けていくと。without pictures or conversations っていうね。こういう言い方をですね、まあ、が使われてます、ここではね。で、当時ですね、僕はこういうね、物語っていうのをね、全然読んだことなかったので、まあ結構ね、これね、撃沈しましたね。うん。もう最初これ読んだ時に、ぐわーってなって、あーもうダメだーってなって、なんかこんな子供が読むような本でさえも読めないのか俺は、みたいな感じで、もうシュ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 ってね、気持ちがしぼんでですね、一回これを封印したというね、まあそういう記憶があります。
ね。ただですね、これまあ、慣れなので、この物語自体にね、こう、形に慣れてしまえば、まあ、いいと思いますし、あとですね、まあ、アリス好きな方はですね、元のストーリーを知ってますので、結構こういうのね、読んでも、まあ、しっくりくるんじゃないかなと思いますんでね。なんでですね、ぜひ今のね、あなたの英語力に関係なくですね、もしアリス好きだったらですね、ぜひ、こう、買って読んでみるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、さっきの恐竜とかね、スターウォーズもそうですね。自分が好きなものから始めて、でそれをこう英文で読むというね。まあ、そういうのがね、すごいね、大事になってくると思います。はい、いかがだったでしょうか。ね、こういうふうにですね、英語学習も、こういう感じでちょっとこう遊び心をですね、取り入れてやっていただけると、まあ、楽しみながらですね、長く続けていくことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、では、今日は以上ですね。Thank you for watching. See you later.